響さんだこんばんこんにちはどうも来てくれたんだありがとうエアコン治ったんだけど何だったのこれマジ謎解放疲れいや治ったんだよね意味が分かんないよねいや治ったんだよ で原因が何なのか全く分かんなくてつけててつかねえなつかねえなと思っていやーやばかったよもうこれ絶対つけっぱにするよマジ謎いやーよかったよあったかいよめちゃめちゃあったかいよ暖房ってすげえよシャカとペコがこれで生き延びたよ 危なかった。何だったんだろう。でも、もうあれだね、修理対象だよね、これ。いつダメになるかわかんないから。ガンガン回ってる今、エアコンが。今日、のんちゃん、放送来てないな。なんだろう。のんちゃん、寝てんのかな、グーグー。 ググーーグーグー寝てんのかないや今日はいっぱい配信したよ今日は来るんじゃないのかなでもねあんまりね俺とのりこまあ普通にのんちゃんは毎日俺に会いたい人だからあんまイベントがどうこうとかあんまこだわりない子だねのりこは。 なんか誕生日とかまあ誕生日とかやるけどケーキとか、まあ、プレゼントも欲しがらないしうんなんでわかんないもう寝る寝る前の枠だね俺にとってはもうお風呂も入ったしすっぱだかで布団の中でゴロゴロしてるエアコンと戦いまくった日だったな今日はこんにちは 何時までやるかなわかんないな俺裸基本的。 いやーだからすっぱだかで寝れるから嬉しいよねすっぱだかで寝れるから嬉しいいい感じだよしかしあれだな人間の欲望は尽きないな本当にな。 これなんか思うんだけどホームレスの頃よりお金稼げるようになったけど幸福度が上がってる気がしないのだから多分俺の予想なんだけどお金持ちになることと幸せになることはイコールではない気がするんだよねだってさ生活保護よりもまあ1.5倍から倍ぐらいのお金稼いでる彼女もいるねえ 物は買えるようになったでも幸せになってるかって言ったらすごくあんまり変わってない気がするのだから幸福とか幸せとかと収入って多分ね別のところにあるなっていう前々からそうなんじゃねえかなとは思ってたけどねお金持ちになることとね多分幸せになることはね多分イコールじゃないなっていうそんな感じがする体感では。 分かんないまだ収入が増えたらさらに幸せになるかもでもそうじゃん理論上1.5倍からさ倍に2倍ぐらいのさ収入が上がったってことはさ彼女いるよあそっか響さん最近のリスナーだから分かんないんだいるいる全然いるよ、うん、え何響さん俺のこと狙ってた狙ってたんだワドさんとお付き合いしちゃいって狙ってたんだえー いついや自分で直したつうがリモコンつけたら勝手に直ったねうんうー響き俺のこと好きだったあ,あ違うのごめ,んごめんごめんごめん全然好きじゃなかったいやいや彼女いるんだショックうちショックやねんみたいな感じだと思ったけどあ,あ違うんだじゃあなんか俺が恥ずかしいやつじゃんそっか 残念ですそうそうそう勝手に治ったんだよねおお久しぶり元気さんいらっしゃい久しぶりだねいや久しぶりっていうか俺が狐つやってたから多分いるんだよねいやそこは乗っかってほしかった響きちゃんちょっと30分ぐらい泳がしてほしかった「ショックやわ」って言ってほしかったうんうち和度さん付き合いたかってん って言ってってしかたね30分ぐらい泳がしてほしかった、うん、最近のリスンあんま乗っかってくんないんだよねネタに、うん、ネタをしてもガチだと思われるからねネタがやりづらいんだショックです遅い遅い <laughs> 遅いよ、うん、そう基本基本関西弁だから、うん、俺でもさ、うん、あこれ あでも合ってるか。関西の人って IQ 低いよね。絶対ね。特に大阪。大阪って絶対 IQ 低いよね。アメスピー。いやもう遅いって、響きちゃん。もう遅いよ。うん。うその設定はもう崩壊したから、ダメ。 俺でもね女の人に一回も告白をされたことがないんだよね人生で一回も告白をされたことがないんだよね残念でしょうああ元気さんもマジで親近感じゃん俺はバレンタインとかも全然だったしだから学生の頃憧れたもんね俺毎日365日 ×3 中学校ねかけるさん俺いつクラスメイトに告白されるんだろういつ二子社のあいつに告白されるんだろうと思うずーっとドキドキしてたけどおそうそうそう承認欲求もまあ他の欲求もそうなんだけど幸せ金銭欲は間違いなくあるけれども金銭欲満たされても幸せにならないよね多分ね。そうじゃなくて 承認欲求だったり友達とウェイって遊んだりとかなんかそういうことだよね多分恋人と過ごしたりとか家族と過ごしたりとかなんか青春をしたりとかこはじゃあ響きちゃんはモテるでしょ可愛いんだからねえ告白されたこと一回もないんだよ俺ラブレターとか渡されたかったなラブレターいやこんなった 謎やっぱ昼間なんだよ太陽が照って室外機があったまった頃初キッスはんーいつだっけなー16なのかなー16えっ、ー、ちょっと待ってねえっ、ー、と中学卒業してえ中学卒業した年は1516かなええええちょっと待ってねえ え俺いつだろう16かな感じできないね俺もできないよお来た俺の空の助いかえりいりキスやらエッチやまあまあ子供だからねうんいいのいいのいやいやしなくていいのそんなのはキスとかエッチとかしたことなくていいなあのね大したことないよあのはっきり言って キスはねもうありがちなんだけど地元のヤリマンのヤンキーの女の子とキスしたかな <laughs> すごいありがちだけどそうだねストレッチ的な感じだよね伸びてる伸びてるだよねうん空之かわいいな空之助の顔タイプだわ俺 今俺の中で空之助ブームが来てるから、うん、キスやらねヤンキーに奪われたっていうかまあだから妥協だよね <laughs> 19歳でみんな経験ありましたあー19歳で女の子でエッチしたことないのちょっとあ遅いかもキスもないんだあーいいんじゃないでも。 19歳でいや妥協でしょう完全に、うん、妥協だったよ完全に妥協だったね、うん、おおまあ別にね遅いけど焦ることではないよね別にあでもなんだろうこじらせる可能性があるからなんかたまにいるじゃん25歳とかでなんか居酒屋で下ネタ言うと 怒まあまあいいんだよあのショックは受けないでショックは受けないでうん遅いね <laughs> ショックは受けないで冷静に受け止めて遅い、うん、そう嫌いなタイプ処女でも下ネタ通じてほしいあのね下ネタをね怒る女子はほんとダメ 早めに済ませるとかじゃないよあれだよ俺ねまあ、AV 男優だからまあ、その道のプロですよていうかこの枠すごいよね19歳でキスもしたことない女の子と AV 男優が同じ枠にいるんだよ <laughs> すごくない <laughs> 下ネタ好きならいいかもしれないねエッチに興味がないんだすごくない AV 男優 AV 代表のコメントの後に19歳のキスもしたことない女の子がコメント欄に並ぶって他にあるこれぞ配信だよねうんこれぞ配信性のプロフェッショナル性で飯を食ってるね生産業で飯を食ってるプロフェッショナルと未経験者の純な女の子が同じコメントを並べるすごい「わら」って書くんだよ同じコメント なかなかないよね、うん、なんだろうな、うん、いやだからエッチは早いか遅いかじゃなくて俺いつも言ってんだけどいい恋愛をするか深い恋愛をするかどうかだと思うのよそうそう女の子だからただ23とか5とかまで処女だとこじらせるパターンがあるじゃん逆に臆病になりすぎるっていうか 逆になんか恋愛が固まっていくから俺はね19歳だったらちょっとそろそろ大恋愛をした方がいいと思うねそうそういいこと言うね空之助そう本当に好きな人とした方がいいよあ手コキは経験あるんだ <laughs> あそうなんだコえちょっと待ってキスをしたことがないのに手コキどういうえ <laughs> 握るのはできるってことはこれ手コキを経験してるわけでしょ ちちちょっとななんか順番がめゃゃゃくちゃじゃないのこれえど,どういうことどういうこと手コキキスはダメだけどテコキはする女みたいなどういうこと初めては一回きりまあまあじゃあ初めてかどうかに価値はないけどね初めてかどうかに価値はないけれどもそのやっぱりね人を好きになったり恋愛で大失恋をして人として強くなるわけじゃん。 失敗で失敗から人間は強くなるからねいじれって言われたパターン俺らが勝手に想像してるだけでしょもう多分ねすごい真面目な子なんだよ響きちゃんはうんエッチはできないけど手こきはできそうって感じ潔癖症かなんかなんかな人を好きになったことはあるのお付き合いはしたことはあるのうんそうだよねこの人なら大丈夫ってねそうそうそう この人となら手こき以上できるっていう人と出会ってほしいね響ちゃんにはね、うん、悪い男に捕まらないでね、うん、ちゃんとこうしっかりした人を好きになってほしいね俺のように俺みたいな俺みたいな、えー、と本当に包容力があって笑顔が素敵で。 何事にも真面目に取り組む俺みたいな男と出会ってほしい、うん、初めてを嫌がる男にはあげちゃダメよ <laughs> それ分かんないけどはって何 <laughs> はって何、うん、私のいい男と同い年か、うん、19歳ってどんな年だったかなすごいあ19歳何やってたかなライブハウスやってたな 音楽やってたわ大変だったな夢を追いかけてたよまあ今でも夢を追いかけてるけどうんあ結構若いんだね元気さはんはうんなんだろうね現実を見ないで夢ばっかり追っかけてるなドリーマーだよドリーマー31歳で夢を追っかけるの結構大変だぜ うん、あの精神力がね精神力が、うん、みんな現実を見てるから同級生たちは現実を見て現実を戦いながらやってるけどなかなかねなかなかぶっちゃけ男の人は変態じゃないですかそうですエッチしたい人がおって困ってますうーんとどういうことだろうえ響響ちゃんがエッチをしたい人がいるの ここのの人人ととエッチしたいいいいっていうううはいるのえ、どういうこと男の人は変態だよ。あそれはね響ちゃんね後々わかるけど変態じゃない女の人はあ変態じゃない男の人はいないよ。全員変態だと思っていいよ。あのもう男。ほうほう、人と絡むのが苦手なんだ。えな何エッチしたい人がおって困ってますっていうのは迫られるってことそれとも響ちゃんがしたいってこと どっちなんだろううんまあでもどうなんだろうね結婚してからしてもいいんじゃないの男は響ちゃんとやりたいって言われてるまあそうだよね多分ね多分響ちゃんがセックスを迫られて「いやちょっと困ります」パティンだよね相手だよね、うん、えその人はお付き合いしてるのあのね付き合ってない人はやめた方がいいよはっきり言うけど 付き合ってない男の人で言い寄ってくるのはろくな男じゃないからはっきり言ってやめた方がいいと思うよ、うん、いやーちょっとねなんかこじらせるよねちょっとダメだよね、うん、ここにいるおばさんたちみたいになるよそんなことばっかりやってるとあのふわっちにいるおばさんとかおじさんみたいに出会い中になっちゃうよいやいやいや怖くて 怖くてうんまあまあまあ響ちゃんがあこの人素敵だなって思ってお付き合いしてまあその流れが一番いいようんいやここにいるねもう出会い中のおじさんおばさんたちはすごいですよもう本当。歩く性欲って言われてますからねうんいいんじゃない焦らなくても焦らなくてもいいけど 人を好きになった時にこう人告白をしなかったりとか好きな思いを伝えなかったら後悔するからね、うん、それは逃げたらダメだよもし素敵だなって思う人がいたり友達になりたいなとかこの人のこと知りたいなって思う人がいたら振られてもいいからあのちゃんと自分の気持ちを伝えることが大事だと思うよ。うん、ねあの帰ってこないからね。 時間はうん、そっかまああそっかそっか今冬休みだからねいろんな子がいるんだね、うん、いろんな悩みがあって素敵な人と出会うことを祈ってるよ俺は、うん、まあでもね俺はね今日の夜ご飯は何もどうしようかなと思って、うん しかも前に後輩と遊んだやけど「チューしよう言われてん私は無理」って断ったんやけど振ら,振られました。ってことは後輩から「チューしよう」って言われて私は無理だって断ったけど実は好きで告白をしたってこと 難しいパターンだねそれはそれはチューしてもよかったパターンだったかもしれないどう思いますか皆さん後輩の男の子がチューしようって言ってきたけどチューはダメだよって言ったけど実は好きだったパターンいやそういうことでしょ俺が言ってることで合ってるでしょチューしようって後輩に言われたで、ね、実は好きだったけどチューはダメだよって言ってでも好きで ひびきちゃんは告白したけど振られたんだよそこは中止しても良かったかもしれない難しい恋愛って難しいね炎上しますなるほどねなるほどねでも気をつけてねひびきちゃんひびきちゃんのこの話をしていやらしい目でひびきちゃんのことを見てるおじさんいっぱいいるから気をつけてね、うん、炎上だよありがとう 付き合ってもないように注意しようってやりちんのイメージしかないです。ああ、難しいよなー。だからなー。恋愛はなー。恋愛注文は難しいなー、うん。彼氏、彼女の事情を読んでほしいね。彼かのを読んでほしいね。俺のおすすめの少女漫画、彼かの。おいー、延長代たくさん。いつもありがとう。五十五歳以外の配信者、一番。立ち悪いよね。カプチーノね。で、特に色が黒かったりとか。 あのー、格闘技をやってたりするのにはもう本当に気をつけてほしいね,ね英語が喋れたりとか部屋掃除しながら放送だけ聞きますいいよいいようんロムン全然大歓迎だよいいよそっかーうーん,うーん俺もねー大失恋したことあるよ16歳やったんだけどエッチしたい 年頃じゃないですかあのね響ちゃん名言を教えてあげようか男の人はいつでもエッチしたい年頃だからこれメモっといてすごく大切なメッセージだからこれ名言だよ響ちゃんエッチしたい年頃なんてないんだよ男には14歳のあの日から14歳のあの日からずーっと ずっとエッチしたい年頃だから覚えといて全て14歳からエブリデイって書いといて心のメモに「男の子は14歳からエブリデイ」はい書いてコメントで「男の子は14歳からエブリデイ」うん、よし決まったな「うん、エブリデイで」で思わずコメントしたくなったその名言にでしょ だってねあの日から俺らはずーっとねエッチしたいもんねうんエッチしたくない日なんか一回もなかったよあの日から <laughs> 14歳の俺だって分度器にちょっと勃起してたもんねほんと先生の黒板のあのでっかい分度器で方程式の,あの図形を書いてるなんかこう図を書いてる。 四方辺三角形を書いてたよ先生は分度器ででっかいやつで、うん、それくらいエブリディでいいだよ、うん、まあ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 人生はねセックスだけじゃないからね、うん、人生における人生における こう性の <laughs> 性欲みたいなものの占めるパーセンテージってどれくらいなんだろうな人によるだろうけどセックスがどれくらい大事かみたいな何パーセントあ男の子と女の子は全然別物だからね空之助子供いるんだっけなんか旦那さんいるって言ってたよねさっき。 男の子いたら多分びっくりすると思うよ特に男の子がいあの部屋掃除したりとかエロ,本あエロ本はまあ今文化としてないだろうけどあの男の子いるまだ若いでしょまあ3歳とか5歳とかだと思うけど中学生とかになったら大変だよ本当に。多分お母さんいろいろショック受けると思うよ。 いろんな5歳かまあまあまああと10年10年後だな10年後修羅場だなうん本当にババって言われるんだよ <laughs> クソババって言われるんだよこんなにかわいいこんなにかわいい5歳の息子がね14歳からだね14歳響ちゃん14歳でだから18歳じゃない、うん こんなに今そばにいるそのかわいいかわいい5歳の息子がねクソババアって言ってくるんだよ考えられる空ス助お母さんママって言ってるそのそこのかわいい息子がおいババア飯って言うんだよいや40いやいや俺のお母ちゃんもそれくらいだって俺のこと二十歳で産んだからえー、っと 俺が15歳の時35だったから35歳でクソババアって呼ばれてたよ <laughs> 俺に言われてたよおいクソババアって言われるよ100パー言われるよ100パー言われるからああじゃあ俺の母ちゃんと同,いで同じだよだから5年後に35歳でしょクソババア扱いだよ <laughs> かわいそうな空之輔 15年後にババアって呼ばれるんだよ私ならクソババアって言われたら嬉しいもっと言ってって言ってしまうもう本当のクソババアだからみゆきちゃんはもう本当にクソババアだからもうどうしようもないド M のクソババアだからまあみゆきちゃんが何歳なのか知らないけど本当変態だからこれもう本当にこれは病気のクソババアだからもうみんな引かないでね ちょっと頭おかしい頭おかしいからクソババアって言ったことないで女の子は言わないの女の子は言わない言わない女の子は絶対言わないああありがとう YouTube で見てました初見ではないけどありがとうございますぜひフォローしてください Twitter もフォローしてくれると嬉しいです花火2個ありがとういやーもうね何なんだろうね男って必ず言うからねおいクソババア飯って 必ず言われるからありがとね花火ねええ、うちのヤンキーじゃん空の付けのお姉ちゃんマジかヤンキーだなすげえなヤンキーだわ女の子は言わないようん、男が言うんだそうお母さんって言えなくなるの 逆にあの15歳で「お母さん」って言ってるのはちょっとねあの病気だよちょっとやばいよ、うん、クソバばバって言うぐらいがいいんだよそうこんなに可愛い息子がこんなに可愛い息子が尾崎豊みたいなことを言い出すんだよなぜか <laughs> 本当に。 大崎豊みたいになっていくの3年間ぐらい尾 <laughs> 崎豊は3年間じゃなかったけど27歳ぐらいまで続いたんだけどそう俺らの中にある尾崎豊がそうさせるのよそういや尾崎豊でしょ14歳の男の子なんかほんとだよ だって俺シェリー聴いてるとあいまだにねあれこれ俺の歌かなって思うもんシェリーシェリー聞いてる,、ね、ていてる知らない人いね若い子ね空之助とか若いお母さんだし響ちゃんとかね若い子だから知らないだろうけどねえみゆきちゃん知ってるよねシェリー <laughs> クソババアだから <laughs> クソババーのマルーンとか知ってるよねクソババーいっぱいいるんだよボーンとか、うんね、クソババーばっかりだよ放とか <laughs> マリルボーンとかね、うん、ねえ分かんないでしょいやそうでもね俺ねビ分からないよね尾崎豊ねあのねでもねこれね若い子今の若い子って尾崎豊の歌響かないらしいよあんなにかっこいい歌手 いいないじゃんでも若い子はたまね尾崎雄太聞いたことないから聞いてみるんだって全然意味が分かんないんだって今の若い子はただの悪いやつじゃんってなるんだってびっくりしない俺らが尾崎聞くとさなんかすごいなんかいろんなものを思い出すじゃん大人と戦ったなーとかさ社会を憎んでたなーとかさすごい共感できるじゃん全然。 全然だって今の若い子はびっくりしない尾崎がないんだよ今の若い子には尾崎聞いてほしいな若い子に尾崎聞いてもらいたいな豊か尾崎ああいうアーティストはもう生まれないんだろうな 大弁者だったよね本当にそうそうそういいこと言うよねそう若者の代弁者だったんだよそう若者はみんなねなんか大人を憎んでたね時代があったんだよ、うん、そっかねえなんかね みんなはどんな一番好きだったアーティストは何一番好きだったアーティストあこのアーティスト好きだなーっていうあこのアーティストいいなーっていうなんだろうなー俺でもバンボーブチキン結構好きだったけどね中島美香かはい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 サザンなんだ あ陽気な感じなんだねマリル・ボーンは柊梨リオ, <laughs>、うん、<laughs> ヒラギリオあの不良になっててびっくりしたんだけど <laughs> 事務所抜けて髪の毛茶髪になってちょっと病んでたから <laughs> リオリオなんだリオリオなんかちょっとやさぐれてるよあれ多分ね 事務所不良になってるそれこそ今ね俺柊梨梨央から大崎豊かを感じるもん何かあれ悪い男に捕まったんだろう多分配信やっててでなんかなんかね有名大手配信者にね多分ね引っ掛けられてねなんかねなんか道を間違えちゃったら明らかに黒髪でアイドル路線でやってた方がいいもんで、ね、脱線っていうかね事務所抜けてね 事務所抜けてね茶髪にしてね髪の毛切ってねあれ男でしょうどう考えてももう完全に昔の利用利用は処女の匂いしたけど俺久々会った時あこいつこいつ男の味知ったなって思ったもんこれ <laughs> 悪い男に騙されたなこれっていうだからそれこそ処女が長いとこじらせるパターンですよ、うん、完全に。 完多分あの路線で行ってた方が良かったと思うんだけどねまあまあまあ人生一回だからねうん脱線っていうかまあだから遅い思春期が来たんだろうね多分いやが真面目な真面目で頑張ってたんでしょう多分。 明らかにキャラクター変わってたもんなまあ人生ってそういうもんだよね人生っていうのはまあね俺もひいらぎり央ちゃんと同じネットアイドルだからまあ勉強になったよね全く同じジャンルでやってる やってきたわけだから、あこういうこともあるんだって柊木、うん、ギリこ、ね、うね、ん、ライバルだったからね深夜ちょっと俺と「はっ」つって <laughs> あのマリル・ボーンそういう時はてなマークつけてくれると嬉しいから、うん「はっ」なのかそう「へって」てそうはてなマークそうそうそう,そうはてなマークがないと「気づいた」みたいになるから。 そうかって気づいた系のニュアンスになるからひう「ひっ <laughs> ひっはいい、ね、切磋琢磨だよって <laughs> カレー王さん最近ほんとコメント調子いいよな最近なんかカレー王さんほんと中堅中堅コメント職人ぐらいの実力ねレベル30ぐらいのさ レベル30ぐらいいのコメント力がついてきたんだよな前々からねちょっと頭角を表してる感はあったけど完全にね安定感があるカレーオさんのコメントは <laughs> 誰も傷つけずに俺をほっこりさせるコメントを書くことができるっていうね、うん、すごいよ優しい優しい笑い優しい幸せな笑いを提供してるよカレーオさん もうシーフードカレー王だよもはやちょっと今のはないね、うん、さて日が落ちてきたねいやーエアコンっていいな本当にエアコンっていいなーエアーコンディショナーエアコンのコーンは何エアーコンピューター そ祖 <laughs>、うん、がね祖そのコメントひどいからな本当に本当財力でなんとか財力でなんとかしていってほしいねそ祖には <laughs> <laughs> うん本当にそ祖はもうちょっとこの道この道ではダメだと思う寝て起きたら部屋15度だった。 おまた何とも微妙な <laughs> 肌寒さだね、うん「寝て起きたら15度だった、うん、わら」<laughs>「ちょっと待って待って」「寝て起きたら部屋15度だったわら」<laughs> がその全然伝わらないよね、うん、<laughs> な何を伝えたいんだ何に笑ってるんだ寒いのか暑いのかを伝えたいのかうん 今朝の話なのか <laughs>、うん、やめてカツカツなんだからっつって分かった分かった、うん、ちょっとね最近財布財布の紐がちょっと固めのそそでした普段ん22度なんだね <laughs> そうほらほら空の助普段ん22度なの知らないからねそれ普段から言っておかないと俺に空の助のことを 普段22度でね俺らは知らないもん空之助のことをもっと知りたいからもっといっぱい普段から書かないと私は普段部屋の温度22度なんだよだからそしたらもう今の今日寝て起きたら15度だったわらがみんな「わら」って書いてくれるよ。<laughs>「15度」って「わら」ってみんな書いてくれたのにいきなり言われていじめてないよ。 もっと教えてく何な,な,な,なのみゆきさんちょっとどうしたのいいよじゃあみゆきさんの部屋の温度何度 <laughs> みんなじゃあみんなの部屋の温度教えて、うん、覚えておくからあの Google のメモを開いて全員の書いておくからうん分かった響さんの部屋の温度が知りたいみんなの部屋の温度が知りたい あ,あ、桜、お疲れ、ありがとね。うん、とんでもない、とんでもない。うん、おお、ケミー、ミワドツ。普段二十五度なんだね。ほら。みんな見て。そうそう、特に見て。ほら。主張してないでしょ僕は二十五度ですってコメント書かないで。見て、ワドツですって書いてるけど、コメント欄見て、コメント欄。これ。すっごい高度なやつ。す、みんな見て、みんな見て、ケミーのコメント。 そそう特に見て「和どつです」って言いながらもうボケ和どつでボケを書いてるんだよ「おはようございます」って言って笑い取れるやつなかなかいないからそしてその辺の仮想生主だったら見逃してるけど俺は見逃さないからあっと普段25度ケミーいらっしゃいねこれがコメントの書き方だからコメントの分かる部屋の掃除終わったんだねもっと教えてほしい どこをどの辺を掃除したのかが知りたいね今日はうんそうみんなのことをもっと普段から教えないとあのボケがねもうでも1年後にはもう全てのボケを見逃さない男になれるよ本当に <laughs> 風俗行くんだ、うん、ダメだよ、うん、そんなんじゃそんなんじゃフワッチの女の子を口説けないよコメントで やめて風俗に逃げたら負けだから一流の花火師一流のコメント職人はコメントと花火だけでねコメントと花火だけでネットの向こうにいるあの子を口説けるんだからダメだよ風俗には夢ないよそんな金払って金払って駄目やっぱり男たるものをこの人面白いコメントで会ってみたい出会いてっつって <laughs> ほら ほら,ほらカレー王は面白い。ね？ほら。うん、ダメだキャバクラとかね風俗は逃げだからネット民の。ダメ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 。少しの花火と面白いコメントでね少しの花火と面白いコメントで女を口説けて初めて一流のリスナーだから。うん そう,そうなれて初めて一流の出会い中だからねうんダメだよ夢を諦めたらダメだ3年4年かけてもいいんだよ3年4年をかけてあの画面の向こう側にいたあの子とパコれる日を夢見てコメントスキルを上げていくんだよそうだよパネルと全然違うんだよ あでもねあのね配信者の女の子ってい,いいことを教えてあげようか配信者の女の子って2つのパターンがあるのえっとね配信上ではめっちゃ可愛いけどリアルに会うとひどいブスっていう本当にあんのこれ配信で見るとねすげえ可愛く見えるんだけどでも本当にあったら大丈夫かこれみたいなひどいブスっていうパターンが1これほとんどなの。 でも微妙ないやこれ可愛いくも何ともないだろうって思うけどリアルにやったら可愛い子っているのだから画面移りに騙されないでっていうそうまあまあ67点ぐらいだなって思ってる女の子が意外と78点だったりするのそう全然違う全然違う本当に俺だって本当にあれだよ リアルに会うと「ジュノンボーイ」って言われるからねいやほんとに「えあああ和藤さんえ和藤さん?え和藤さん」ってなるからジュノンボーイだと思ってリア通するからうんほんとにそれくらいだよ俺だってあれだもん表参道を歩いてるとカメラマンに声かけられるからね7回通りを1回通るだけであの ちょっと僕フリーでカメラマンやってるんですけど「どこどこ」っていう雑誌でイケメン特集やってるヒゲひげイケメン特集やってるんですけど「写真1枚いいですか?」って言われるんだよ。いやジュノンだよ基本的にはジュノン系男子だからジュノン系だからねほんと正統派正統派角度だなもうアングル角度光だまされたらダメだよ。 本当にだって本当にさう嘘だと思ってたらネタだと思ってるらもうグーグルで検索してほしいんだけどねグーグルあまたコメ欄バグったなあコメ欄バグったあもうふわっちのアプリ勘弁してくれよコメント見えなくなってきたごめんなさい一旦切りますごめんなさいまたバグですあのねじゃあねいもういいや 一旦枠取り直します。ごめんなさい。コメント見えなくなっちゃいました。すぐ撮り直します。いやもうフワッチのアプリ勘弁してくれよ。本当に。フワッチのアプリひどいなー。なんかね、テロップを打とうとすると、テロップを打とうとするとね、戻らなくなるんだよね。バグですよ。空のノスキいらっしゃい。 はい、はい開放いい放らっしゃいいやあのねテロップを入力しようとすると入力する画面がバーって出てくるのね配信画面にそれで止まるの文字も打てなくてその元の画面配信画面に戻れなくてコメント欄がホワイトアウトすんのよだからよくバグったバグったコメント見えないってよく言ってるじゃんそれはテロップ入れようとしてのバグなのテロップバグなのいやーふわっちちょっと勘弁してほしいなーはい5位いらっしゃい、うん 全然1じゃないち四 <laughs> だから全然4、うん、そう1ゲットは空の助だからふわちバグ多いよねちょっとねこれはね改良してほしいなちょっとな 俺も iPhone 欲しいなともう最近ね熱がこもってねやっぱり配信ができなくなってんだよねちょっとね配信機材欲しいね、うん、おお久しぶり結局エアコン何だったのかっていうのはね本当にゆっこちゃんと俺同じ気持ちあのね何だったんだろう多分俺の予想なんだけど あの昼間もう何回やっても昼間だと回るの太陽が落ちてるでねゆっこちゃんこれ何かだったっていうと室外機が寒すぎて起動しなくて太陽光で少し温まると回るっていう感じなんだと思う結局何時だったかな3時半ぐらいか4時ぐらいだったかにやっと着いたの正直なんだかわからないねうん iPhoneX Max がいい いいや高いかんなもうちょっと iPhone 高すぎるよバツーさんスマホねラグるよね、うん、気まぐれっていうかまあね半年前から兆候はあってまあ毎月月末になると電気が止まるでこの格闘をやるのでも大体ね20分30分いや10回ぐらいやったら治ったのが今回はひどかったね もう電気ブレーカーが落ちるのが怖くて怖くてしょうがないよ。ごめんねひびきちゃん切れたよね。いや16万は無理だよ。16万あったら他に機材回すよさすがに。だから俺が今考えてるのはあ iPodTouch っていうやつあるじゃん。iPodTouch。あれが新品でね確かいくらだったかな。2万か3万で手に入るんですよ。でそれを配信用のもう デバイスにしよううかなっていう携帯代わりに iPodTouch 多分ね iPhone6 よりもスペックがちょい低いぐらいだから厳しいかなどうなんだろう iPodTouch で配信やろうかなと思ってるんだけどちょっとスペック足りないかもしんないよねみんなツイッターやってる人はツイッターフォローよろしくねツイッターフォローしてね iPod は熱がやばいよねそうだよね無理だよなうんデザインは俺 iPhoneSE が完璧だと思ってるんだけどあツイッターやってたらもしよかったらツイッターフォローしてうん、うん、ツイッターフォローしてくれると嬉しい、うん、いやーねーまあ機材はどん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 進化していってどん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 型が落ちてくから でもさ、パソコン一回さ、もうピークだよね。パソコンは。多分さ、iPhone とかどんどんまだまだ、まだ進化しそうだけど、どこでフォローできますかあー、そっか。ちょどうしよっかな。俺のツイッター、俺のプロフィールページ、誰、うーん、ツイッター、どうしよう。パソコンじゃないかな。えっとね、ツイッターで r で和 o 監督で、 俺のコテハンで検索すると出てくるよ。ツイッターで、えっ、ー、と、ひらがなでワド、えー、監督って検索したら、まあツイッターフォローできるよ。ツイッターアカウント持ってたら、うんキ。キャスもやってるから、キャスでワ a ド監督でもいいし、ツイッターでワド監督でもいいよ。うん、そうするとね、あの写真とかね、あの配信外の様子がね、 あのー、見れますんでうんぜひぜひよろしくお願いしますバッテリーも持たないかそっかパソコンはねここ23年まあまあ値段ももう固定だしもうね今のご時世パソコンね新しく買おうっていう人も少なくなって5年サイクルで買い替えてくるって感じだろうね 若い子パソコン持ってない人ばっかりだしね。みんなスマホだしね。ただスマホに16万とか無理だろう。16万あったら俺の感覚だとパソコン買うもんね。やっぱスマホはいくらぐらいが適正なんだろう。俺の感覚だと5、6万だよ。ありがとう、響ちゃん。5、6万じゃない 16万のスマホはやりすぎでしょうなんかどうしてそうなったって思うよちょっとやりすぎ iPhone って昔いくらぐらいの感覚だったっけそれこそ6万ぐらいで買えなかった iPhone ってなんでこんな跳ね上がるんだよな値段まあね日本がだけが給料上がってなくて世界だと給料上がってるっていうのもあるんだろうな iPhone の方がね、使いやすいと思うよ、多分。Android。俺もね、Android 最初の頃使ってたけど、ダメ。ああ、ありがとう。ありがとう。助かるよ。あー、そっか、コピーできないんだ。ああ、ありがとうピン。あれ。ありがとう。 ありがとう。ありがとう。ごめんね。URL コピーできなかった。昔は8万ぐらいだったっけ ?iPhone って。Apple は iPhoneX Max 5万。えちなみに Apple はあ、原価5万なんだ。原価5万のものを11万上乗せで売ってるんだ。やばいな。だからもう、 アップルは高級路線で行くって決めてるんだろうね、もう。ブランド化して行くって決めてるんだと思うよ。もう、もう、なんつうの、セレブとかのアイテムに切り替えていく路線だよね。完全にそうだよね。だから、もう買えないやつは中華系企業でも買えようっていうノリなんだよ。まあ残念だけど、まあまあまあ、そうだろうな。 でもね俺ねアップルねだそれでダメになったからなんかねあ風船とかうちやってないんでやめてくださいえっとアップルはなんだろうなどうなんだろうねそれさあのジョブズをクビにした後一回それやってダメになったじゃん。 なんかだかだらジョブズのいないアップルっていうのはどうなんだろうねジョブズは多分あの世で悲しんでると思うよ今のアップルの状態見てまあかっこいい会社だったよな本当にこれからどうなるんだろうアップル ソニーみたいだよね本当に昔のソニーみたいそうそうそこでもう一回風船投げないとただ俺が嫌なやつみたいになるから本当やめて。 そうそフうりをするんなら最後まで付き合ってよ初見ですありがとうそうそそが風船1個だけ投げてそれで終わっちゃうとただただ俺が感じ悪いだけの男になるからネタを振るんだったら最後までやってよマルーンが今やってくれたからなんとかなったけど <laughs> そうそうただ嫌なやつじゃん <laughs> ボケるなら最後まで付き合ってよ頼むよそそうちょっとん何言ってるか分かんないけどこの前のキツネ俺ってバレるやんってに何を言ってるか全然分かんないけどちょっと自意識過剰なところ出てるってどうしたのそそう今日も調子悪いの 今日も調子悪いの何この前のキツネ俺って誰も何の話か分かってないよどうしたそうそう酒飲むのか酒飲んでるのか年末で浮かれてるのちょっと不調だな <laughs> 不調だわそうそうは本当に。 おそかに使ってくださいありがとう喜ぶと思う <laughs> 空らのすけにコメントで負けるってちょっとどうするルーキーだよねえ、そうそうこの子、今日フォローしてくれた人だよねえ、そうそう悔しいよ、俺はそうそう そそうそう悔しいよ俺は今日フォローした子にコメント負けてるんだよおも面白コメントで負けてるんだよねオフパコに使ってくださいってなかなか面白いよ、うん、もうダメだな本当にランニングばっかりやってるからあれだわもうユーモア なんかユーモアの薬あったユーモアのサプリメント売ってたら俺に教えて、うん、ユーモアがユーモアなおじさんになれるサプリメントあったら俺ソソに大量に送るわ届けに行くわリアトッツで俺がソソの家の前に詰めポストに面白サプリメントいっぱい詰め込んでおきたよ毎日飲んでねって 早く七夕来なないかそそのコメントが面白くなりますようにって書くよ。わ <laughs> かったもうネットに馴染めないネットやらなそうだもんねなんかね、うん、あでもねびっくりしたのツイッターのあの顔の加工えっ ッターの顔の加工なんか黒くくり抜いててなんかすげえ綺麗にやっててびっくりしたよあれサンタさんに頼めばよかったんだよね、うん、あこの前ねツイッターでツイッターじゃない2チャンネルのスレッドでねすげえいい話があったのお母さんが投稿したんだけどお母さんがショックなスレッショックすぎてね投稿したんだけどむす なんかその過程はあの子供にねサンタさんに欲しいもの手紙書きなさいっていうシステムなのまあまあよくあるわけじゃん「何々くんサンタさん何欲しいの?」って「うんとねじゃあそれを手紙に書こっか」って言ってで旦那さんとお母さんは奥さんはそれを手紙を夜見てみたらなんて書いてあったと思う 息子、小さな小さな息子がね書いてあったのが「プレゼントは新しいお母さんが欲しい」って「えっ!」てなるじゃん。でお母さんはショックすぎて「チャンネルにに相談しに来るのよ私何しちゃうんだろう」って「心当たりが全くない」って言ってちょっとねあれじゃん。 新ししいいおお母母ささんんが欲しいえ、何何ってなっっててのお母さんは私今まで息子に対してそんなこと言われたこともなかったし息子になんかしてたのかなどうしようどうしようってなってで思わず2チャンネルで「くっそ笑ったー」とか書かれてるわけよ。<laughs> 新しいお母さん「ああこれ浮気してるなー」とかガンガン煽られてくるんだけど。 旦那さんと結論から言うとね、そうスレッドのやり取りで、じゃあ旦那さんにそうね話し合って、あのなんでえっ、ー、と新しいお母さんが欲しいのか、サンタさんから手紙が来たよっていう風に旦那さんに渡してもらえばっていうアドバイスをネッ民にもらうのよ。いいアイディアじゃんね。だから旦那さんがサンタさんのふりして,て手紙に新しいお母さんなんで欲しいのって。 お父さんが渡しに行くのでそしたらお父さんが聞いてあげるっていう新しい手紙をもらう息子からっていうのがあの新しい手紙が届くんだけどお母さんすげえいい話で新しいお母さんあのもう一人同じお母さんが欲しいって言ったの息子これどういうことかっていうとお母さんが家事とか ね、洗濯とか料理とかでいつも疲れた「疲れた疲れた大変だって忙しい」って口癖のように言ってたから息子が気を遣ってお母さんがもう一人いれば同じお母さんがもう一人いればお母さんが楽にできるっていう話だったの。めっちゃいい話じゃないこれ。同じお母さんがもう一人欲しいって泣けるでしょ 柴田理恵号泣だよね <laughs> <laughs> いい子やないかでしょ俺ちょっといやなんかそのなんかこう見ててああいい話だなと思って柴田理恵号泣だよほんと助ん兄やんがすんすん言うよ <laughs>「素敵やん」って言って。 あでもね俺ねあの島田紳介大好きだったんだけど島田紳介のあのメルヘンっぽいい感じすげえ嫌いだった <laughs> 島田紳介さんのしゃべりべしゃりは本当に神だと思ってたけどねなんかちょいちょいねなんか若い女タレントをアホな若い女グラビアアイドルを口説く時みたいなあのステキアンモードの紳介さんはあんまり好きじゃなかったな。 いやいい話だよね本当に「そ、う、そ、ん、が面白くなりますように」うん「<laughs> お願いです神様」「そそのコメントが面白くなりますように」うん、こうやってね粗相をどんどんコメント書きづらくしていくんだよこれが。<laughs> そうそうにプレッシャーを与えていくんだスパ,ルタスパルタ教育だからほんとにあのねじゃあねあのよくあるパターンねよくあるパターン面白いコメント書けなくて拗ねてちょっとアンチコメント書くパターンのやつが一番腹立つ <laughs> <laughs> だね面白いコメント書きたいんだけど書けなくて あのちょっとアンチコメントっぽいこと書いたら面白くなるんだろうっていうのがもうあの一番投げやりなやつ <laughs> 一番投げやりで雑なやつ <laughs> そすごいあのそ,れそれは邪道だからそれだけ覚えておいて面白くないコメントの人たちよく覚えておいて、ね、それねもう本当にねダメなやつ この前の前私ってバレるでしょってここでかぶせるんだ <laughs> あでもねなんかねでもねなんかあの最近のリスナーさんって結構そのコメント一個一個気にしてる人多いよねなんか自分で書いたコメントがブーメランでコメント書きづらくなってる人とか結構いると思う。なんか 結構ズケズケしてていいのに一個一個の枠で楽しんでいけばいいのにね結構なんかね一個のコメントを3日ぐらい引っ張るリスナー増えたなと思うねすごい。一枠一枠でそのノリを完結させたいタイプなのこの枠のモードこれこの枠のモードこれってやっていきたいんだけどなんか 2ヶ月ぐらい前の話をするリスナーとかたまにいるよね。<laughs> お前いつの話してんだよみたいな。お前がそれ話しかけるまでこっちを覚えてなかったわって。延長しますなんかねあのこなんかこうネットの人間関係が複雑に複雑になってきたよ本当になんかねもっとさっぱりしてた。 今ねすげえドロドロしてるもう本当にドロドロあのね何だろうリスナーーとパパパココっってててオフパコして炎上ななんていうパターンなかったのそもそも配信者と配信者がパコって炎上はよくあるパターンだったんだけど今ってリスナーとオフパコしたら炎上するみたいな流れってすごく多いじゃんそれってねなんかね リスナーと配信者の距離感がなんか変わった気がするんだよねなんかあとあの配信がスマホで手,手軽にできるようになったからありがとうおばあがありがとうなんかねこうなんだろう暴露枠とかもやりやすいだろうし、うん、なんかね配信者とリスナーっていう関係がどん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 今後なくなっていくんだと思うみんな配信者でみんなリスナーみたいなノリなんだろうね フラット化していってる感じがするああダルダルさん久しぶりバカありがとうわあプレゼントボックスもありがとうございますなんかねだからどういうふうに今後変わってくんだろうなみたいな、うん、オフパコってなんで叩かれるんだろうねうんいやそこだよね付箋ありがとう 放いいねありがとう10個もありがとう開放いつもありがとうねふせありがとう何 <laughs> だろうねオフパコが叩かれる何なんだろうなうんね不思議だよね何なんだろうでも オンでパねえツバにはオンラインでパコってるわけなんだけどだパコがいけないんじゃないのパコるなっていう <laughs> うんまあいいよそうそういいよ <laughs> だからオンパコでしょあれオンラインでパコってるんだから。 ツバニアンかっこいいよいよや俺ねツバニャンはかっこいいな本当にいや異性としては本当に魅力のない女性だっていう本当に女性としては何の魅力もないんだけど配信者としてはやっぱこの人かっこいいなって思うよなんかもう捨てるものがないっていうかもう何もかもさらけ出していくっていうすごくない配信者としては一流だよ 女としてはもう三流以下 <laughs> 本当に女としては最低だけど配信者としては最高だよね本当にかっこいいよね俺が女だったらこれできるかなって考えるもんねなかなかできないよねやっぱ、うん、だって「ドイツに旅行行く」っていうタイトル「ドイツから」っていう配信でラジオ枠なんだよ <laughs> めちゃめちゃレベル高くない そうドイツの街並みとかドイツの世界観とかドイツの食べ物とかを全部ラジオで伝えていくんだよ俺すげえレベル高いしすげえなんかもう超かっこいいなって思わないなんかもうどうとでも言えるじゃんだよもういやー花火ありがとういやもういや逆になんか俺レベル高すぎるっていうか もうだってああ俺今なんかだってできねえ新しいジャンルを作ってるわけじゃんメでデでヒューストンヒューストンこちら火星の和道ですヒューストン電波が悪いヒューストンヒューストンこちら火星の和道デで大変なの 酸素が足りないわ。<laughs> ってできるわけじゃん。もうどうとでもできるんだよ。ずるいよ、あんなの。年末に。ねえ、なんでもできるわけじゃん。いや、俺はね、だから、女性としての魅力は本当に低いけど、配信者としての魅力は本当最高だと思うよ。つバにアは。かっこいいよね。配信者としてはね、あくまで。うん もっとねその辺を評価した方がいいと思うんだよなそ,その部分っていうかそううんそんな <laughs> そんな発想あるなんなんだろうななんかそのうまいよねそのなんていうのかなその <laughs> なんていうんだろうやっぱうまいよ彼女は。 やっぱ配信者として見てて勉強になるし、うん、かっこいいスタイルだよねあそこまで徹底してヒールヒールになるっていうのもかっこいいし、うん、女優 <laughs> うんまあねホリプロホリプロだっけもともと まあ、とんでもない爆弾拾い上げてきたよねほんとにそういうねなんかね最近金ンバエさんがおとなしいよね なんか金えさんがどんどんおとなしくなっているちょっと寂しいよななんかこうね絶好調な金えさん金えさん最近ほんとなんか静かーだよねよっさんが逆になんか「ブブイ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 言わせ あれだってさイガさんがさ殴ったのなんかめちゃくちゃ美味しいじゃんもうこれ以上ないぐらい美味しいわけじゃんやっぱ持ってるよななんか多分忘年会でなんかこう弱いなっていう感覚あったんだろうねよっさんの中でさ忘年会オチが弱いなっていうことかに蹴られるっていう だそれを擦るっていうかさやっぱね人を怒らせて誰かにぶん殴られて面白くなるっていうのはよっさんだけだからでまたねヒール役がユイ賀さんっていうあのチョイスよあれが他の配信者だったらさ俺とかがやっちゃったらさただの炎上なのよ要はただ暴力ふるったよっさんかわいそう和道最低で終わるだけじゃん。 だけどイガさんっていうその組み合わせが絶妙だよねまたその暗黒との絡みでみどりさんいる時とか野田がいる時っていうのがまた持ってるよなイガ、まあ、さんが悪いんだけどねあれはど誰がどう見ても。 本気で殴ってたかんね <laughs> ネタの殴りじゃなくて本意気で殺しにかかる優雅さんかっこいいよねと <laughs> っぽいよなだからダメでしょ片足動かない人あそこまで殴れる人なかなかいないよ <laughs> だからああいう時に俺どれさんがいればって思うのよ むしろあそこでドレさんがいたらさ絶対ドレさんの株上がるのにさまあああいう時ドレさん絶対いないよね何なんだろうあまあドレさんがいたら殴らないか止めちゃったらなんかねそういう喧嘩沙汰っぽいところとかにドレさんがいたらどうなるんだろうっていうのを見てみたいんだよねだからドレさんがいるから逆に暴力沙汰が起こらないかそうエアコン直ったんだよ え、金梅さんが何ツイートしてる麦ちゃん。え、な、なになにどうした麦ちゃん教えて。KP ありがとう。エアコン治ったんだよね。いいね、ありがとう。ボンいつもありがとう。エアコン治ったんだよ。不思議。いや、裸で寝るっていいよ。裸はいいぞ。な音で気づいた エアコンすごいなリスナー音で気づいたか空気の空調の音で気づくんだリスナーってすげえなー耳いいなパンツは履くパンツだけ、うん、パンツだけパンツは履くねで、あのー、パンツ1丁ってやつ パンツは履くんだよな まあだけどカズ軍曹がキャスでブレイクするとは思わなかったかなちょっと意外な意外なやっぱ石川紀之の力すげえんだなって思うよねどういう方向性で伸びてくんだろうカズ軍曹は落ちるのか上がってくのかちょっと予想不能だなここまで行くとまさかカズ軍曹がキャスでブレイクすると思ってなかったかな 意外だよなもう完全に予想してなかった流れ持ってるね。 うん、分かんない分かんないあのねっていうのもねあそこまでもう一回行っちゃうと1,000人とか行っちゃうとね要はねもう大手なんだよ一旦だからそっから中堅に下がるのかっていう過疎になることはもうないしんどいから寝ますまた来るねうんまた来てありがとね来てくれておやすみ 分かんないねちょっとまあ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 過疎っても中堅どころはキープできる実力もあると思うのドカそになることはないと思うんだけどあれをキープできるのかさらに上いくのか下がるのかっていう要は中堅どころに落ちるのかっていうただねなんで分からないか今だけじゃないかっていう予想があると若いからなんだよ。要はね年食うとなんかこう あ自分のリスナーさんとまったりその100人200人でやあのね100人200人が一番楽しいんだよあのね1,000人とかになるとプレッシャーが半端じゃないのあのねこれねなったことある人しか分かんないんだけど1,000人超えてくるともうね次何起こるか全く分かんなくなってくんのよっていうのもその 100人とか200人だとさだけど1,000人とか2,000人とかになってくると狙われるる立場になるのよだから自分がよくしてないところでそのなんてつうの事件を起こしに来るやつとかがいるから制御不能になってくるんだ,よ、ね、だからねそこをうまくできたりとかそこの壁とか空気感をうまく作るのかどうかなんだろうけどうん。 あこんにちはこ,こはね難しいところだよねまあ分かんないな正直俺はね光くんが元気こうイケイケなのが好きなんだよね光くんがやっぱ閲覧バーンってなってる状態好きだなまあ多分ねあのー、捨て頃あたりでまたねゆっくり休んだだろうからぐっと来るんだろうけど 持ってるかじゃないそれをそれを持ってたら本物のヒーローだしそれともケロロ軍曹だからものすごく面白くなると思うようん光くんが持ってるのか本物のヒーローなのかそれとも軍曹の勢いが勝つのかっていうまあ客埋まるだろうね いやーすてこいいよ。いいカードになるでしょう。場所ね、今日正式発表だったね。新木場ファーストリング。うん、金八さん、ふわっちやめてないじゃん。えふわっちやめたなんて言ってないよ、ムギちゃん、俺。どういうこと どうした,フギちゃんどうしたあセブンイレブンのあれ食べを猛虎何やっけな猛虎タンんかあの麻婆豆腐のあれ食べよう。はいやっぱりアスペだないや俺はアスペだけど何フワッチやめてない 4月やってるよ。金バエさん。 ご飯食べて寝るかなご飯食べてねえねえそうキートスの企画何やろうかすげえ迷ってんだけど最後に「キートス決めない?」「キートス使ってみようよなんかな何企画やろうかな」とか思ってなんか「キートス」「キートス試したいんだよキートス」 何がいいかなキートスやるの。まあまあ、ふわっちでキートスの話するのも変かもしんないけど。なんかいいアイデアあったら教えてよ。いいアイデアあったら。なんか企画。企画絡めた、なんかやろう。うん。なんかいいアイデアあったら、ちょっとアイデア教えて。じゃあ皆さんお疲れ様でした。寝ます。おやすみなさい。 エアコンついた報告でした。バイバーイ。